皆さん、いよいよ残る、こんなに多くの戦いをしましたが、残る男は4人となりました。その4人のまずは1試合目をお願いします。いきましょう。先ほど全勝で勝ち上がってきた男とこの男の勝負です。いきましょう。パワーウェーブ VS ローワックス。パワーウェーブ VS ローワックス。さあ、ルールは変わりません。先行じゃんけんで勝っていただいて、先行に選択権がございます。それではじゃんけんお願いします。ここで、ではパワーウェーブに選択権がございます。そうすればちょっと切り替えていただいて、ルールの、こちらから選んでいただきたいと思います。83本です。先行パワーウェーブ、高校ロバックス83本、ビートはユノですね。ユノビート8小節3本のビートです。ナイス DJ。 さあ、ユノの仕事はこちらでございます。あとは2人に仕事していただきましょう。パワーウェーブ先行、後攻ローワックスです。8-3です。いきましょう。レディーファイト。ローワークス、お久しぶり、負けた日ぶり残ってる空気、一発で変えた空気、今日は外さん、こめかみにシューティングプレー、その首取るため今コンバック、聞きなこれがレゲエって音楽、あくまでも中央突破、奪い返すで通常の方がプルじゃなくて心に打ち込まなきゃ響かない、お前のラップは上辺、やっぱり俺の耳をかすめたい、お前の気持ちが前面に出てるけれども全然経験値足りてない、天変地起こしたいなら踊りな AKB、okay、正直な感想、ローワックスなんかまず調子が悪そう、一言言い、俺は強い、燃えるゴミに用事があるよ、これじゃ拍子抜け、なんならしてまう放置プレイ、こっちとら全開でいい調子、レゲ DJ が切り開く新境地、バーカ言ってんじゃねえよ、週末もパーリー、マイクチェック間違いない、そのアーケのコートだから調子悪そうって、お前の目が悪い、お前が上辺で判断してる、どこ見て俺の調子が悪い、ほざいてる、お前の方の調子が悪そう、前の方がかっこよかったよ、簡単な話、俺も思ってる前の方が強かったよ、こんなもんかよローワックス、こんなんじゃないと思ってたけど、はっきり言うけど俺の方がバイブスもスキルも勝ってる、戦国抜けて KOK に行くのはパワーウェーブ、この俺、お前その当たり前だろ、お前土管の中にセメントを入れるのとお前の猫パンチ当たらないのと一緒だよ、お前の猫パンチだから俺は燃え上がらないの、いや人のせいにすんじゃねえよ、お前先行かましてその程度だから、お前じゃ上がらねえよ、このレートぶちかましていく RX in the house show。 終了。さあ、判断は皆さんに委ねられました。いきましょう。先行パワーウェーブ、後攻ローワックス。おお、もう一回いきますよ、もう一回いきますよ、ちょっと前で見ますよ、吉田さんも一緒に見といてくださいね。いきます。先行パワーウェーブ、高校ローワックス、延長ですかね、延長いきましょう。そうすれば攻守が変わるので、今度はローさんに選んでいただく感じですか。そうですね、延長の場合はローさんにルールで選んでます、はい、それではじゃあ出していただいて、ローワックス選んでいただけますか。ワード来ましたね。どうしよう、何も考えてなかったな、ワード来なかったんで、ただこのワード、この2人に面白いかもしれません。それではワードは8小節3本ですね。じゃあまずワードを決めましょうか。僕からですか。で、吉田さんからいきます。じゃあ僕からいきますか。はい、好きな料理。ファニーだな。では僕の方からいきます。じゃあ僕はですね、ちょっと、いろんな意味でひっくり返りますか、チャンピオン、この言葉どちらかをローワックさんに選んでいただきます。チャンピオンで。じゃあこのチャンピオンのビートに似合うビートをヤナさん、8-3つですがお願いします。
鳥肌立っとろよお前ら。チャンピオンというワード8小節3本、先行がローワックス、後攻がパワーウェーブ、どちらがチャンピオンという言葉をものにするのかチェックしてください。いきたいと思います。それでは先行ローワックス、後攻パワーウェーブ、ワードはチャンピオン、8小節3本です。レディーファイト。ポップなビートに俺みたいなイナタラップが乗っけてもチャンピオンだから何も言わすとも、これはクラシックになる間違いないでしょ。いや根本的に違えんだ、コンボで聴いてるようなチャレビートじゃねえんだぜ。いかついこいつは土臭くてフラットなミュージックで OK。 俺はレゲエ DJ クラッシュオンのチャンピオンとしてここに来ている。 OK。 まだヒップホップの大会でトロフィーは立ってはいないけれど、俺は今日戦国のトロフィーを取ってバトル界のチャンピオンにもなる。つまりローワックスより俺の方がチャンピオンの差が似合ってる。知らんわお前なんか2週間ぐらいで忘れるってお前みたいなやつ。俺は10年も残ってる、チャンピオンにならすともチャンピオンでいてる。お前分かってない、ここで待つお前がチャンピオンになったところで、俺らが積み上げてきたキャッシュフローとプロプスには歯が立たねえって間違わねえ。確かにあんたたちが積み上げてきたプロップス、キャッシュ、かなわへんかもしれへん。せやけど俺だってレゲエ界の全員の気持ちを背負ってこの場に立ってんねん。レゲエ界が下火関係ない、ヒップホップが盛り上がってる関係ない、この場にいる全員をレゲエのシーンに連れて帰る。俺のやるべきことはそれや。熱いこと言えばバカな客はわかる、そういうこと。お前は目線を下げてね、俺は目線を下げてね、こいつらの目線を上げさせて俺に合わせさせる。それの違いが分かってないから、お前はまだチャンピオンの器じゃない。えよコビ打ったラップなんて俺には聞かねえ、3分のインスタントラーメン。前会った時も言ってて、目線を外したら命取りやねんて。じゃあ目線を外さなければ勝てるほどラップバトルは甘いものなんか違うね。お前の目線を見てはっきり言うぜ、俺の方がバイブスもスキルも上。さっきも言った通り何も変わっちゃいません。最後のバースかましてみ。終了。すさまじいでしょ。今日一バチバチ感あったと思います。ワードなんですが、このワードには隠しがございます。さあそれでは勝った方が進みます。選んでいただきましょう。先攻ローワックス、後攻パワーウェーブ、勝者ローワックス。パワーウェーブに大きな拍手を。パワーウェーブ一言、一言、一言、何かお願いします。ちょっと背負ってるんであればレゲエの気持ちを。ありがとうございます。今日ラップバトル3回目ぐらいなんですけど、ネタばっかり歌っとったらかっこ悪いなと思って即興しに来ました。俺はまだまだラップバトル沸かしに行くぜ。お前らレゲエのイベントも遊びに来いよ。ありがとう。おお皆さん、パワーウェーブ、チェホン、ともにこの現場にレゲエを名乗って入ってまいりました。応援のほど、そしてこの後の活躍も皆さんよろしくお願いいたします。そしてもう一つの決勝に行ったのはローワックスですね。もう一つの決勝を決めたいと思います。いきましょう。カン AK 髪 VS リオフカルマ 21.5 勝、調子はどうって感じで、パワーウェーブ君試合終わった後に来てもらいました。はい、パワーウェーブさんです。ありがとうございました。今日試合を終えてみてどうでしたか？さっきも言ったんですけど、はい、ラップバトル3回目で、はい、1回目2回目とかネタを歌ったりすることが多かったんですけど、はい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 、今日は思いっきり即興でぶちかましに来ました。全部即興で、まあネタも歌ってます。でもほぼ8割ぐらい即興でいってるし、やばい。ローワックスさんにリベンジかましたかったんですけど負けたんで、次も取りに来るぜ。チェックしておいてください。よう間違いねえ。パワーウェーブということで、なんかリリースとかなんだかんだあったら、はい、告知をしてもらえればと思うんですけど、エキシビションマッチなんですけど、はいはい、まだ誰とか言えないですけど、年末にまたラッパーと戦います。年末、東京ですか？大阪ですね。大阪で、はい、で11月2日にレゲエなんですけど、はいはい、DJ クラッシュっていうラップバトルの DJ 版のやつがあるんで、それにも出ます。もうガンガン燃えてますね。燃えてますね。パワーウェーブ君戦いに常に。今何歳ですか？僕25歳で。若っ。いやいやいや、もう年取ってもうだす。いや俺も頑張ります。37歳でーすみたいなね。はい、ありがとうございます。池内で生きてまーすみたいな感じで、すいません。じゃあパワーウェーブ君ラスト一言お願いします。やばい、まだまだラップバトル参戦していくぜ。応援よろしくな。プラいや、マジでそうさ。パワーウェーブ君ありがとう。